確認なんですけど、もしかして、もしかしなくても、私の誕生日ケーキってことで合ってますか？うん、そうだよ。ナイトメアと少年からまた一つ成長したともちゃんにプレゼントだ。お誕生日おめでとうっす。いやー、自分も早く誕生日を迎えて、じゅんさんやとも姉ちゃんみたいな大人になりたいっす。ありがとう。私は大人って呼ばれるには早すぎる気もするけどね。まだ成人すらしていないわけだし。なぜそこでこちらを見る？言っておくが、いつかお前たち全員今の私と同じ年齢になる日が来る。その時はせいぜい震えて待つがいい。これはこれは失礼いたしました。あなたも今日はありがとう。記念になる日にそばにいてくれて本当に嬉しいよ。これで担当分はおしまいかな。剣術も芸術も雑念を振り払い、一意専心に取り組むのがうまくいくコツな気がするよ。ともちゃんは真面目だね。私は絵の具が鎧に跳ねたらどうしようって、そればかり考えていたよ。自分はトラタイガーのことを考えながら描いてたっす。正義のヒーローへの憧れと情熱をランドソルの壁に叩きつけたっす。まったく分かっていないな。芸術とは感性の爆発だ。勢い任せだ。宴の始まりに狂気乱舞するかのごとく、本能のまま描くのが最良なんだぞ。ありがとう。こんなに立派なケーキを用意してくれるなんて、なかなかのサプライズだよ。嬉しいけど、これはちょっと量が多すぎるかも。もちろん、あなたも一緒に食べてくれるんだよね。それじゃあ、はい、あーん。なんて、冗談冗談。でも、このお礼はしっかりさせてもらわないとね。これは今からあなたの誕生日が楽しみだな。こんにちは。もう来てたんだね。残念だな。待ち伏せしてあなたをからかおうと思ってたのに。それで私に何か用かな？ありがとう。私ってあなたをからかってばっかりだったから、祝ってもらえるなんて思わなかったよ。そうだ、せっかくお祝いしてくれるのなら、高級レストランにみんなを呼んでパーティーを開いてほしいな。なんてね。安心して、ただの冗談だから。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとっては、あなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。なーんてね。あ、ちょっと本気にした？またあなたから一本取れたかな。さて、じゃあ今日は二人でゆっくり過ごすとしようか。ありがたいけど、どうして急に？あ、もしかして今日が私の誕生日だから？
なるほど、プレゼント代わりというわけか。そういうことなら頼んじゃおうかな。まずは防具をつけてもらって私の攻撃を受け続けるとか。冗談、そんなお願いはしないから安心していいよ。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとってはあなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。なんてね。あ、ちょっと本気にした？またあなたから一本取れたかな。さて、じゃあ今日は二人でゆっくり過ごすとしようか。え、なんで急に？あ、そうか、今日は私の誕生日だからか。だったら遠慮しないで目立っちゃおうかな。剣の手入れ道具と鎧。あ、予算は10万ルピぐらいまでいいよね。なんて冗談だよ。ねえ、この後たまには二人で街を歩かない？私にとってはあなたと一緒に過ごす時間が最高に幸せだから。なんてね。あ、ちょっと本気にした？またあなたから一本取れたかな。さて、じゃあ今日は二人でゆっくり過ごすとしようか。